モブアルスとかハルコンとことはべつくちそうだし。ハルくんのこと知ってるのかな。もともと吸血鬼ハンターだったから知ってるかもしれない。左に折れて。これは例の腹式施錠装置の一つですわ。今のは何？疑心暗鬼を募らせた地震を設置したものです、向こうの道をたどれば別のスイッチが見つかるはずですわ、まだ覚えてますの。死ね、このクズ。いい教訓になりました。どうすればナトコに畳んだ。殴られたってこと。30分延長しました。誰かいるの？今の何？これはありがたい。はい、何が必要ですの？さっきちらっと宝箱見えたんだけど。俺とやっていけない。こいつは見逃してた。諦めるか。これウケた。
これに出てきたのか。ここで力尽きちゃったのね。ここにもあったのか。セラーナさん、そこにスーはいるけど。狙われてる。終わりだ。ここを行けば中庭に出ますわ。まっすぐ扉に向かって。ついに出た。ここで一体何がありましたの？何もかもが破壊されてますわ。この場所全体がまるで死んでいるようですのよ。何世紀もの間、誰も足を踏み入れてなかったように見えますわね。以前ここは城の大広間に通じておりましたのよ。どうやら父が封印したようですわね。夕食の後、よくここを散歩したものですわ。当時は何とも美しい場所でしたのよ。ここは母の庭園でしたの。お待ちになって。何？もしかして話してる途中にぶつかっちゃった。キャンセルされたか。ここの月時計は何かおかしいですわ。クレストがいくつかなくなっていますし、時計自体も傾いてますのよ。クレストが取り外せるなんて知りませんでしたわ。ひょっとして母は私たちに何か伝えようとしているのかしら。あのですね、この月時計はどこかおかしいですわ。説明できることはそう多くありませんわ。父の脅迫観念はその目でご覧になったでしょう。
母の方だってそれと同じくらいひどいものでしたわ。もうすぐお分かりになりますわよ。父が、いえ違いますの。ほとんど母とばかり一緒におりましたけど、娘というより幼女みたいに扱われていましたわ。あなたはどうなのです？ご両親はどんな方でしたの？顔を知らない。その気持ち、わかりますわ。もちろん、同じだという気はございませんの。ただ、私も寂しい子供時代でしたから。そうでもございませんわ。さあ、先に進みましょう。これは選択肢、間違ったか。このシリーズの主人公は出生不明ばかりだからな。そこがいいよね。自分で設定つけられるから。にだけはちょっと設定あるみたいだけど、皇帝の使者だったかな。だがホールですよね。スカイリムの MOD でやったことは。ありますね、スキーリムでダガーフォールのメインクエできるモッド。あれ、お話の流れが分かって面白かった。賢明ですわね、お母様。とても賢明ですわ。このトンネルには入ったことがありませんけど、中庭の下を通って塔の廃墟に通じていることは賭けてもよくてよ。でも少なくとも近づいてはいますわ。行きましょう。スカイフォールだっけ。名前忘れたけど多分それだと思う。サノスに裏切られた魔術師出てくるよね。アンダーキングだったっけ。それか。スカイカバーホール。お城のこの部分には来たことがありませんの。用心なさって。何があるかわかりませんわ。近づいていますわ。確かですのよ。またやりたくなってきたな。
誰かいるの？誰かいるの？いや！本当に怒った。我慢できない。これで終わりよ。腕前を見せてごらんなさい。そんなお笑い草だね。痛い目に遭うわよ。もしかしてハルくんの昔の進化だったのかも。人間の頃、巨大な土地を治めてたって言ってたよね。お前の話じゃねえ。ノクターナルに捧げて。近づいていますわ。確かですのよ。確かに奪ったって可能性もあるのか。広まり行く道を封鎖したって言ってたよね。待って、何か聞こえるわ。そこですわ。普通のスケルトンと違う。作ったって可能性もあるな。じゃない。お前を必ず殺す。お前の魂ノクターナルに捧げてやる。どんなお笑い草だね。それ大したことないじゃない。誰かいるの？ノクターナルの加護により、お前に勝ち目はない。こいつ頭だからセーフだけど、戦い方ならまだ覚えてますね。とんだお笑い草だね。それで終わりよ。Ah!
そっか。いい教訓になりましたわね。こっちはルートっぽいな。セーブしておくパスワード。油断禁物ですわよ。姿を見せなさい。お前の魂をノクターナルに捧げてやる。いや、やめて。いや、笑わせるんじゃないよ。お前の魂をノクターナルに捧げてやる。いい気になってんじゃないわよ。Yeah!
近づいていますわ。確かですのよ。確かにございますか。もらってっか。近づいていますわ。確かですのよ。今のは何？あれ？殺し合いのお時間だ。笑わせるんじゃないよ。ノクターナルに捧げてやる。ノクターナルに捧げてやる。ノクターナルに。とんだお笑い草だね。やったー。見返したことないじゃない。今日もまた生き延びました。 REX 姉さんの。これ起きるでしょ。あれ違ったか。今の何？ホラーを見た。哀れなやつ、影に消えろ。哀れなやつ、そんなお笑い草だね。我慢できない。私には勝てませんことよ。この死に損ないが。体を出してノクターナルに捧げてやる。ちょっと待って。
死になさい。死をもたらしてやる。もう、あっ、今すごいジャンプ。こんな風に死ぬつもりはありませんのよ。おしまいのようね。これすごいな。でも、マヒカ。たまにおかしくなるからな。お前の命もこれまでよ。チームワークの勝利です。壁が損してみるね。なるほど、油断禁物ですわよ。もうちょっと物色させて。これで終わりだ。食われるになりましたっけ。待って、何か聞こえるわ。誰かいるの。やはり空耳じゃなかった。お前の魂をノクターナルに捧げてやる。 顔から出るの。お前を必ず殺す。鈍いわね。こんな風に死ぬつもりはありませんよ。してないんだ。そっか、今日か明日からか。
あげるわ。闇に食われろ。とんだお笑いのさだね。怒ってるわ。近づいて。すば、確かですのよ。マーラの聖堂があるっていうのが何とも言えないな。石塚。それでも集める趣味あるのか。もしかしてこれスケルトンの材料になるのか。そろそろセーブ。近づいていますわ。確かですのよ。あれ、動かなかったっけ。まだ最上階にはたどり着いてないと思いますわ。
この辺りにはきっと秘密の通路があるはずですわよ。任してください。近づいていますわ。確かですのよ。それは母の手に委ねましょう。母はいつも私が思うよりも賢明でした。やっと来ましたか。この場所を見て。結構長かった。ここに違いありませんわ。母が資料術にのめり込んでいたことは存じておりましたわ。だって私の知っていることは全て母から教わったものですのよ。でもこんな仕掛けがあるなんて夢にも思いませんでしたわ。ご覧になって、母は何年もかけてこういう部品を集めていたに違いありませんわ。それにしてもこれは何なのかしら。確かなことは言えませんけど、でもこの円環、明らかに何か重要なものですわよ。探してみましょう。母の行き先の手がかりがどこかにあるはずですわ。母の研究は実に入念なものでしたの。記録を見つけられればそこに手がかりがあるかもしれませんわ。研究所があったなんて存じませんでしたわ。客間に錬金術の道具を置いてはいましたけれど、ここにあるものとは比較になりませんのよ。器具や素材を見る限り、資料術を掘り下げようとしていたようですわね。わかりませんわ。長寿の研究ではなさそうですわね。吸血鬼にとっては無用の長物ですし。これは聞いてもいいものか。見たことはございませんの。母や魔術で作られたものに興味を持ってはいましたけれど、あなたが思っている意味ではなく、神秘的に感じていた程度のことですわ。そういえば母は小さな日記をつけておりましたわ。見つかりますかしら。見つかるよ。彼女のノートを探しましょう。多分日記か何かをつけていたはずですわ。何千枚もの金かどこから持ってきたんだ。
ティムホロウ墓地に移すのだ。まだうまくいきませんこと？そうですの？見せてもらえて。聞かされた話しか知りませんわ。母は痕跡に関する仮説を話してくれましたわ。中の魂が消費されてもただ消えるのではなく、ソウルケルンの中に送られるのかもしれないと。ソウルケルンには強大な力を持つ存在が複数いる。資料術師はそれらに魂を送り、見返りとして力を得ている。母はそういった存在と接触を取れないか、つまりソウルケルン自体に行けないかという検討にかなりの時間を費やしましたわ。部屋の中央の円が何らかの転移網なのは間違いなさそうですわね。読み間違いでなければ、ソウルケルンへと無事に入るための手順が記されていますわ。痕跡の破片をいくつか、細かく引いた骨の粉、浄化された虚無の塩をかなりの量。ああ、なんてことですの。彼女の血も少し必要みたいですわ。それが手に入るくらいなら、こんな手順はそもそも必要ないというのに。あらまあ、悪くないですわね。それで事足りると願いたいですわ。こういった転移門で手違いをしてしまうと、それはおぞましい結果になることがございますのよ。とにかく、そろそろ始めましょう。ええ、あるはずですわ。母はそういった素材を研究室にたっぷり蓄えていたから、探せば見つかるかと。結構な量あるな。ハンマーと戻ってきた。あれ、荷物いっぱいになったか。
セラーナさん。材料を器に入れて、準備ができましたらお知らせになって。ソウルケルンはデイドラの領域であるオブリビオンのほんの一かけらですわ。そこはアイディールマスターと呼ばれる不可視の存在たちが支配する場所ですの。正直わかりませんけど、資料術師は誰でも魂を欲しがりますから、同様の何かがあるのかもしれませんわね。誰も本当のことを知りませんわ。聞いた限りではそれらを目にしてタムリエルに戻れた者はいないようですけれども。ぜひ見てみたい。いろいろな話を読みましたわ。彼らとの疎通を成功させた愚かな者たちの話を。アイディールマスターたちに魂を捧げればアンデッドを呼び出す力を授けてくれる。まるで商取引のように。話のほとんどではアイディールマスターたちに出し抜かれた資料術師たちが死んだり、いっそ死にたいと思ったりする結末でしたから。マスターたちってことは一人じゃないのか。そっか、それ気づかなかった。材料を全部器に入れてくださいまし。てっきり一人かと思ってた。材料を器に入れて、準備ができましたらお知らせになって。あとは私次第というわけですのね。準備は良くて、私の血を加えた時に何がどうなるか確証はございませんわよ。さあ行きますわよ。ご先祖様、なんてことですの。母は本当に成し遂げた。ソウルケルンに通じる転移門を作り上げたのですわね。信じられませんわ。信じられませんわ。大丈夫ですの？苦しそうでしたけど。考えてみれば予想すべきでしたわね。私の不注意でしたわ。説明しにくいのですが、ソウルケルンはいわば飢えているようなものなのです。代償としてあなたの命を吸い取ろうとしている。あるといえばあるかもしれませんが、おすすめはいたしませんわね。吸血鬼は生けるものとみなされないから、おそらく問題なく通れるはずですわ。迷わず選べる道ではないかもしれませんわ。そうですわね。通行料を別の形で払えばいいのかもしれませんわね。魂を欲しがっているなら魂を差し出せばいい。あなたの。母にいくつか教わりましたの。あなたに部分的な捆縛をかけて、その痕跡をアイディールマスターたちに捧げる手がございますわ。それで満足してくれるかもしれませんわよ。ソウルケルンを通る際に力が弱まってしまうかもしれませんが、中に入ってから解決方法が見つかるかもしれませんわ。その保証はありませんけど。マスターたちって言ってるなら、あなたの負担が軽い、もっと冴えたやり方を知っていればよかったのですけど。言っておきますが、どの道を選んでもあなたに対する私の考えは変わりませんの。時にはやむを得ない状況もありましてよ。
誰よりもそのことを知っているつもりですわ。今回は吸血鬼になるか。今度は何？本当に？私としてはあなたを変えてもいいけれど、入念に考えないと。倒すと誓った敵そのものになることですのよ。ドーンガードがどう反応するか分かりかねますわ。誰かを変えるということは、私たち吸血鬼にとってはとても特別なことですの。無理強いされていると思わないでくださいましね。なんで3つの選択肢あるの？好感度下がらないの。これか。でしたら時間を無駄にしすぎない方がいいですわね。なるべく痛くないようにいたしますわね。そのまま動かないで。もうなった。荷物整理してくれ。